皆さんこんばんは。本日はいつもこの時期限定でお送りしている毎年恒例の細かすぎる箱根駅伝に関する動画をお送りいたします。もう早速参ります。もう今年、今回一番私が注目しているのは駒沢大学ということで、私なりのエントリー予想等を、えー、もう早速お送りいたします。本日29日、えー、区間エントリーが発表されました。 ご覧の通りですでカッコ書きが私が予想する当日変更予想になりますえ、1区から10区まで細かく説明をさせていただきますえ、まず、えー、1区、えー、区間エントリー今日の、えー、状況では、えー、つぶらくんがエントリーされましたえっとこちらに関してはそのまま走る可能性が4割ぐらいで私の予想では 変更されるかなと思ってます。変更があるとすれば、私の予想では2年の篠原くんになります。えっ、ー、と、こちらにつきましては、まあ、つぶらくん、えー、まあ、4年で、1年、2年、3年と3大駅伝、いずれも、えー、発送の、出走のね、あの、経験はなかったんですけど、4年になってぐっと伸びてきました。で、えー、いはね、出られなかったんですけど、裏のね、あの、5000メーターでも、 あの日本人トップで好記録も出しましたし全日本駅伝ではね念願の駅伝デビューということ三大駅伝デビューということで1区であのねうまくまとめてきましたそしてアゲオハーフでは、えー、2分切ってねいや62分切ってきて日本人学生トップという素晴らしい記録で、えー、着実ね 着実に1万メートルも5000メートルも大幅に、えー、ベストを更新しているということで今、乗りに乗っている選手ではあるんですが私、らく君が走るとすれば8区か10区に配置してほしかったなっていうところで、まあ、1区もちろん津村君力あるんですけどやっぱりあの最近の、ね、箱根駅伝もスピード駅伝になってて特に1区高速化進んでるんでらく君 でもし他校にね特に青学に先行されることになると取り返しがつかなく恐れがあるのでつかなくなる恐れがあるので私は一ぶらく君であるんならばスピードのある篠原君に変更した方が ベターなななんじゃいいかなととうことでそう予想しましまたその予想している篠原君に関しましては、えー、今年、えー、実業団ハーフかなで、えー、とんでもないね記録を打ち立てましたよね、えー、61分前後ですかそのタイムを出してきてもともとねあのスピードのあるランナーだったんですけどスタミナをね着実につけてきているというところですね。で、えー、まあ 先ほどの繰り返しになりますけども篠原君であれば一区に例えば。 ねあの、まあ、中央の吉井大和君、ちょっと吉居君、大和君が1区に来るかどうかというのは、ちょっとため息君がね、オーダーされてたんで、エントリーされてたんで、ちょっとあの怪しい、なんとも言えないですけど、まあ他に高速ランナーが来たとしても、対応できる実力があるんじゃないかなと思っております。えー、そして2区は田澤君、もこちらは説明いらないと思います。あの田沢くんに関してはももう今あ少なくとも日本人学生、まあ ね学生除いても本当にトップクラスのねあの世界的な、まあ、世界選手権も出ましたしランナーでこのもちろん箱根駅伝のこの日本人ランナーの中でも、まあ、外国人合わせてでもいねあのトップナンバーワンのあの実力を持っていると言っても過言ではない選手です。えー、彼自身はねまあ下り基調の3区スピードを生かせる3区というような話もねあの出てましたけどもあのここは2区まあ予想通りということで。まあ 親柳監督もね、あのお前が2区走らなきゃっていうね、ところがあったんだと思います。まあ、ここはもう問題ないでしょう。で、3区に関しましては、まあ、変更があると思っております。えっと、吉本くんからですね、ここはもう佐藤慶太君で間違いないんじゃないでしょうか。佐藤君に関してはスーパールーキーということで、まだ1年ですけども、えー、出雲駅伝でも全日本でもね、もう、 桁違いのねスピードを見せててくれております元々はね、あの、スタミナがまだ20キロどうかなという話はあったんですけども、ここに来ても本当にね、田沢選手のねコメント見てても、あの、本当に強いというようなコメントも入ってきてるんで、まあ、ここはもう3区で、えー オーソドックスに行けばね、間違いないでしょう。このリ、まあ、リザーブにしてるのは、まあ、万一のね、アクシデント、往路のアクシデント対応っていうような面もあるのかもしれませんが、こちらは通常で行けば3区佐藤くんだと思います。そして4区、4区芽吹くん入ってきましたね。あの、鈴木芽吹くんに関しては、もう実力は折り紙付きですけども、えー 前回はね、8区でやはり怪我をして出走ということで、まあ失速してしまったということがあって、個人的に今年の駒澤大学の層であれば、無理して、まあ言い換えるならば、袋で、えー、芽吹君を出すぐらいであれば、出走させない方がいいと思います。えー、彼は走るとすれば、往路の選手だと私は思ってるので、ここ4区にね、あのー、 エントリーされてきたってことは、問題がなければそのまま出走すると見て、えー、あの間違いないと思っております。えー、万全の芽吹くん4区だったらとんでもなく強いと思いますよ。そして5区に関しては、私山川くんと金子くんどっち来るかなと思ってたんですが、蓋を開けてみると、去年と同じく金子くんでしたね。あの金子くんは前回ね、本当にあの、ちょっとね、駒沢が予想よりも遅れて、 たすきがね、あのー、渡って、えー、確か帝京の細谷君とねあの区間賞を取った細谷君と並走してもう4 5キロ時点でもう苦悶の表情を浮かべていてもうこれ駄目だと正直思ったんですけどその後脅驚異の粘りで本当にねうまくまとめてきたというところで普通でいけば金子君だったんですけどもあのー、大谷監督もね今年 今回は12年がキーだっていうコメントもあって4人以上はね走らせそうなあのちょっとコメントを出してたんでえここはごく山川君かな全日本でねあの極で区間賞だって山川君かなとどうかなと思ってたんですけどえエントリーの時点では金子くんでしたねですんで普通ごくあんまり隠す意味がないんで。 このまま走る可能性が高いんじゃないかなと見ております。そして一番読めなかったロック、木山くんでした。木山くんも一年期待の一年生ですけども、ここは正直読めなかったんです、ロックは。あの、前回大会もね、佃田くんがロックって誰も予想できてなかったと思うんで、そういう意味で言うとロックってなかなか読みづらいとこあったんですけど、木、ま、山、あ、くん。でロック 5も5区と同じかあんまり隠す意味ないんでそのまま走ると見ていますそして七区安原くんここは私そのまま出走すると見てるんですけど変わる可能性も結構あるかな5分5分ぐらいかなと思っております七、えっと、区、えー、まあ走るもし変更があるとするならば、えっと、まあ篠原君くん幾の熱、ね、村くんそのまま出走させて袋に篠原くんを持ってきて七区に配置するとかま また1年生のね、期待の1年、伊藤くんを、まあ、走らせるとすると7区なのかなっていうところですね。ただ私自身は、安原くんはやっぱスピード系のランナーで、まあ、あの、持ちタイムもね、5000メートルもすごくいいですし、あの、アゲオハーフでもね、あの、先日、 62分20秒かな。あのだいぶ20キロ以上のね距離にも対応してきたというところですね。で、出雲駅伝に関してはね、ね区間賞も取りましたし、全日本は正直、ちょっと物足りないかなっていうのが個人的な内容っていうか感想だったんですけども、それでもその後のの上尾ハーフでまとめてきてる。まあ、懸念材料としては、その上尾では、あのつぶらくんと赤星くんに、あの、 負けてるんでねまあ、そのあたり位置付けがどうだったかっていうのもあるんですけどここ7区でエントリーしてきたんで僕は安原くん走るとすれば7区しかないと思ってたんでそこにエントリーされてきたんでまあ、走るんじゃないかなと個人的には予想しておりますそして一番エントリーね、エントリー時点でびっくりだったのが花尾くんの8区ですで、花尾くんは主力中の主力ですよねあの本当に田沢くんの 次にね名前が出てもおかしくないぐらいのあの今の、えーまあ、駒澤をね引っ張ってるランナーなんですよね。そのの花尾くんんが8区っっていううは誰も予想でできなかったと思うんですあるとすれば1区4区、まあ、9区ある7区もあるかな、まあ、10区もあるかなってぐらいだったんですけど8区っていうのは自分の頭の中でなくってでやっぱりうんこれが 9区とかだったらまだ袋でもねあの7区や9区であればと思ったんですけど8区っていうイメージがやっぱりなかなか湧かなくってそうするとやっぱりアクシデントがあったのかなって。 予想あの考えちゃうんですよねで花尾くんまあ8区絶対ゼロではないと思ってて過去で言うとまあ親監督深津くをね8区で使ってきてたこともあるんでないとは言えないんですけどちょっとアクシデントの可能性もあるのかなっていう不安をよぎらせるようなあのエントリーだと思いましたでこうまあそこがまあそう,うアクシデントがねあのあったならばまあで 出走する可能性があるのは、まあ、伊藤君もしくは赤星君かなと思ってるんですけど個人的には、まあ、あの最近大八 <laughs> 木監督もね同じぐらいの実力だったら若い子を走らせる傾向があるんでそういう意味で言うと伊藤君なのかなと予想してます九区山野君はもうこの時点でエントリーされてたんだったら間違いないんでしょうねはい、まあ、下り基調でもともと上りがねあんまり苦手だった あんま好きじゃないと、あの、山野くんも言ってて、まあ、それで5区を希望してるっていう記事はね、コメントはちょっと、あの、まあ、半分ね、あの、ジョークもあったのかなと思ってるんですけど、まあ、順当に9区ということで、袋のエース区間でね、あの、3度目の正直ということで、まあ、実力がねだ、これまでの箱根、ね、9区で出し切ってるとは言えないと思うんで、区間賞を目指してほしいですね。そして、10区、青垣くんで、去年もいい、あ、去年っていうか、前回もね、いい走りをして、 ましたんで普通で言うと変わらないと予想するとこなんですけど今年に関しては本当に層が厚すぎるんでここも僕そのまま出走するかなって書いてるんですけど50%ぐらいで変わる可能性もあると思いますそうなってくると候補としてはまあ赤星くんもしくは まああの篠原君とかっていう線もねなくはないとは思うんですよね、あるとすれば赤星君もしくは篠原君、ただ篠原君はね僕個人的に1区に出てくると思うんで、あのまあ、青垣君、そのままなのかなと思います、ただまあ赤星君については、あ本当にね3年のこの黄金世代っていうかね、ねもう本当に強い世代の中で、あのこれまでね箱根駅伝の出走はないんですよね。で の箱根もね当日エントリー変更で悔しい思いをしててで今回アゲオハーフでもね津村君の次にねあのー、ゴールをして本当にすごく調子自体はいいと思うんで他の大学だったら本当往路を走ってもおかしくないぐらいの実力だと思ってるんでまあちょっと本当にボーダーってとこなんですけどどうなるかってとこですよね、まあ、そこに関して 言うと本当にもう安原君も主力中の主力でね、あの2年の出雲駅伝から5つね、あの駅伝解禁で走ってるんですけど、外れるかもしれませんし、そこは本当にあの読めない。それぐらいつ強いし、あの、実力が拮抗してる、戦力が充実してるっていうのが今年の駒沢大学だと思います。ちょっと細かくなりましたけども、あの、ま、いろいろ言いましたが、私の予想としてはこのような 当日のね、エントリー変更になるんじゃないかなと予想しております。ぜひね、1月2日、だいたい7時半ぐらいには速報出るかな。で、エントリー変更がね、発表されて、まあ、それは往路ですけど、袋は1月3日ですけどね。そしてもちろん、そのね、どういう走りになるか、メンバーもそうですけど、本当にね、注目ですよね。まあ、個人的には、問題がね、何もなければ、順当にいけば、駒沢が 優勝すするると思ってるんですけど本当に箱根の距離になると青学、ね、力以上のね力を発揮するっていうか本当にすごいあの記録を出してくるチームなんでまあ、どちらにせよ僅差の、ねあのー、タイムでゴールするっていうことはないと思ってて結構差がつくと。 どんとついてね、あのー、5分とかね、10分とか差がつくんじゃないかなと、個人的には思ってます。えー、ということで、えー、今回は、えー、駒沢大学のエントリー変更予想でございました。そしてちょっと、 長くなって恐縮なんですけど、えー、もう一つ実は注目してる大学があって、中央大学、ちょっと短めですけども、あの、私なりのあの予想をさせていただきます。えー、まず、えー、中央大学の、えー、本日発表された区間エントリーはこちらです。はい、えっ、ー、と、結構ね、あの、読めないところ。 まあ、あるんですけど1区、ため池くんっていうのは正直予想外でした。ため池くんがあるとするならば、4区もしくは7区って個人的に思ってたんで、あの、ため池くんは1年で、本当にね、あの、潜在能力はあって、出雲駅伝でもね、あの区間2位ということで、あの、本当にね、先列のなね、あの、駅伝デビューを果たしたわけなんですけども、全日本はおそらく、怪我で、えー とということでただね、今回箱根に関しては、あの1万メートルをね、あのー、その前に走って、えー、確か28分の、えー、30秒ぐらいで走ってましたよね。ものすごく <laughs> あのー、ここに来てね、あの状態を上げてきております。で、えー、区間エントリーでも1区でしたので、えー、まもともとためくんはあの高校駅伝でもね、1区。 で上位でね引っ張りながら上位え5位ぐらいでねあの秒差で繋いでる実力者ですんで1区の適性はあると思うんですよねそういうことで言うとまあ少々ねこの箱根で1区エントリーっていうのはねちょっとあのびっくりしましたけども個人的にはそのまま走るんじゃないかなと思っております2区に関してはえ私の予想では中野君に変更すると思っておりますえと何も アクシデントがなければ、やっぱり今の中央で2区を走るべきは中野くんだと思っております。で、ただまあ隠す必要があったかな、どうかなっていうところで、あの、まあ、私は中野くんが入ってくると思っております。そして3区は庄司くんから吉井山とくんだと思います。吉井くんは個人的には1区か2区がいいかなと思ってたんですよね。 もっとと言うと1区がいいかなと思ってたんですけど1区、ため息くんなんでんため息く,くんが怪我をしててあてうになってる可能性もなくはないんですけどんまあ2区か3区どっちかに入ってくるのかな中野くんとこれひっくり返る可能性はあると思いますただ個人的にあのこの大和くんの3区っていうのは僕2大会前の,あのね動画でも上げてますけど印象があって。 でまあもちろんその時のね1年の時の大和くんと今の大和くん全然違うと思うんですけどやっぱりあのね適性とかあると思っててそういう意味で言うと1句がいいのかなとか思, <laughs> 思ったりするんですけどねまあそれはどういうまあ,あの実際にエントリーされるかっていうのも含めて楽しみですよね。そして4句は吉俊介くん弟くんがそのままエントリーされてましたのでここはアクシデントがない限り走ってくると思います。 まあ、往路でね、走ってくるかなと思ったんですけど、4区っていうのはちょっと意外でしたね。3区あたりかなと思ってたんで、まあでも、このまま出走するでしょう。5区の阿部くんは、去年も、あ前回もね、いい走りをしてるんで、もう、彼本当にね、あの、メガネかけて、あの、ちょっと駅伝チックなね、あの、 一見すると、そういうイメージってなかなか分けづらいんですけど、むちゃくちゃ強くて早いですよね。うん。あの、ここは安心して見られる区間だと思っております。そのまま走ると思います。ロック若林くんはもう言う、ね、あの、何も、 あの、話さなくていいんじゃないでしょうかね。もう3年連続で安定した走り、もう年々良くなってますよね。本当にロックのスペシャリスト、伊ダテということでね。あの、平地でもね、かなり力をつけてきてると思うんですけど、もうここは特殊区間ということで、これまでの経験実績から若林くん、そのまま出走ということで間違いないんじゃないでしょうか。そして、七、えー、7区、白川くんに関しては、こちらは千森くんに変わると思ってます。えっ、ー、と、 実は中央大学は、まあ、その千森くんが僕は、袋に置けた時が強いと思ってるんですよね。千森くんが一区を走るようなパターンっていうのは、私は、私はですよ、あの、避けた方がいいと思ってて、あの、ちょっと細かい話になるんですけど、千森くんってものすごい実力あるんですよね。ああのの若いねと 本当に1年からね1区走ってますしあの1区経験ね2回あってでもあのその2回はいずれも力出し切れてないんですよねあのその時から1万メートルの持ちタイムはすごく良かったんですよでもあの 結構な、あの、秒差っていうレベルではなくて遅れてしまって、そのまま中央大学流れに乗り切れず、シードを逃したっていうのが2回あるんです。あの、そこを鑑みると、僕は、ちもりくんは、袋のキーポイントに置くべきだと思ってて、えー、今年のちもりくん、確かに今までと違います。出雲でも全日本でも、素晴らしい安定感とスピードで、ね、あの、まとめてきてます。でも、それを加味してでも、僕は、あ 7区あたりに置けた時が強いんじゃないかなと思ってて7区に配置を、えー、さすあの変更予想しておりましたそしてね1区で玉井くんがエントリーされてるんでうんそのまま走るんじゃないかなっていうこともあの踏まえまして7区千く君と予想しております8区は鉄壁ですよね8区は中澤ん中澤んのこの箱根での安心感って本当に 素晴らしいですよね。あの、本当に追い上げもできるし、あの、そのままね、ピッチをね、刻んで安定して走ることもできるし、ここをね、あの、8区、中澤君、そのままエントリーできてるんで、問題なければそのまま走ると見ております。 前回もね、本当に失礼なんですけど、もう本当に予想していた以上の走りを見せてくれました。で、今回も中澤くんと湯浅くんがリザーブで、あのー、入っているようであれば、場合によっては袋の、えー、その二人が、往路のリザーブを兼ねてるっていうような意味合いで、スタンバイしてる必要性もね、ないぐらい順調だ オーロが順調だったからこの袋の8級にそのまま中澤くんと岩浅くんがねエントリーできてるっていう風に私は理解をしておりますあのそういったことを踏まえてねあの確かに、まあ、あのパッと見てねなとも言えない部分もあるんですけどオーロのメンバーっていうのは、まあ、順調なんじゃないかなという見方を私はしておりますこのね中澤君ん岩浅君がエントリーされてる8級にエントリーされてる袋にエントリーされてるっていうことを 根拠にですね、私はそういうふうに思っております。そして、10スケガワくんですね。スケガワくんもね、だんだん力をつけてきて、ただ、箱根のね、出走経験はございません。今回は、そのまま十九に走る、十でね、走るんじゃないかなと思ってるんですけど、ここに関しては、本当に、中央大学のね、この中間層の層がすごく厚くなってきてるんで、まあ、 タ太く君とかね山平君が走ってもおかしくないのでここはギリギリまで調子を見極めるっていう可能性もあります結構ねあのね藤原監督10区の変更もあるんですよねあのねまあ僕の印象残ってるのは本当に2大,2大会前の甲斐虎蔵君がね今すっごい実業団で調子いいですけどね鈴木であの甲、まあ、ラゾ蔵君がね10区で4年で今まで 出走経験がなくって満を持して10区で出走かと思ったら川崎くんがねあの変更で入ってきてっていうねところがあってまあそれは時として非常に見えるんですけどそういったねあのエントリー変更も辞さないようなねあのー 決断を、あの、藤原監督はされる時もありますので、ここに関しては、あの、塾に関しては、本当に誰が走ってもおかしくないかなと思ってますが、個人的には助川くんがそのまま走ると見ております。ということで、本当はね、すべての大学話したいんですけど、ちょっと時間が長くなりすぎるんで、まあ、今年はね、あのー、今回はね、駒沢と中央大学のえ当日エントリー変更を予想してみました。皆さん、 いかがだったでしょうかねもしよろしければまたコメント等で感想と予想を教えてください。最後までご視聴ありがとうございました